で、やっぱりその僕は決してその寝不足でもないし疲れてもないのに、なんか寝てないの？とか言われたり、変に心配されたり、やっぱ若く見られたいみたいな気持ちも年齢と同時にこうね増えてくるんですけど、これのせいでちょっとやっぱりね、ちょっとこう上に見えるっていうかこともあったりするんで。自身の顔のたるみに悩む彼がたどり着いた場所はここ、男性専用の総合美容クリニック、ゴリラクリニック。カウンセリングにて現在の状態を見てもらうことに。ちゃんと食べて、はいはい、昼は外食多いんで、まあ、ラーメンとか食べちゃいますけど、まあ、夜もまあなんか魚だったり肉だったりとか日によってちゃんと変えて食べてます。結構サイズずっとあるなみたいな。ああ、なるほど。このたるみですね、一番気になる。目の下が気になるということなんですね。あとはほうれい線ちょっと出始めてるかなって。治療法をいろいろご説明しますが、このへこんでる部分を膨らませて目立たなくするやり方っていうのが一番で、これがだんだんこう年を重ねていきますとね、まあ、この部分もたるみが出てきたりして、余計ここのシワが。引っ張りますので、ね。